皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いいたします。今日は1月の18日、木曜日でお大学、こちら、話題のあの株、一気にストップやスということで、こちらは桜インターネットの冷やしチャートになっております。で、すごく厄介だなというふうに思うところがありまして、今日ストップやすする、まあ、いつかはこういう日が来るだろうとは思っていたんですけども、ザラバの途中から一気に崩れてったっていうところが、ちょっと厄介だなというふうには思いますよね。なんで、まあ、今日個別名、 銘柄の中の3番目で桜インターネットをチェックしていきますあとは注目銘柄トヨタアドバンテスト野村マイクロサイエンス住ミホールディングスも確認した上で最後指数のチャート分析まで見ていきますぜひ最後までお付き合いくださいということでこのチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日の夕方5時で入れていきます必ず毎営業日やっていきますので ぜひチャンネル登録をお待ちしております。それでは早速、今日の振り返りを見ていきたいと思います。はい。え今日の算子数なんですけども、結果的には算子数ともにマイナスでした。ただ、まあ、小幅な下落でとどまったなって感じはします。昨日までは結構アジアが下げていたりとか、昨日ヨーロッパも下げてましたし、アメリカ株も下げてきましたよね。で、えー、先物、まあ、やっぱ円安効果もあって、 下落幅限定的だなっていう感じはしました。で、実際日中はプラス圏の方が大きかったです。多かったです。ですが、まあ、残念ながらね、終わりにはマイナスになってしまった。でも、そ、ま、こ、あ、が高く留まったってところでしょうか。後ほどチャートしっかりと見ていきたいなというふうに思っています。でもやっぱ、値下がり銘柄数の方が多いし、大幅下落している銘柄もいくつかあります。その一方で今日はアドバンテストがかなり相場を支えていたなっていう印象もあったので、後ほどアドバンテストのチャートも見ていきたいなというふうには思っております。業種別ランキング見てみてください。 トップが輸送用機器ということになってます。これは円安の恩恵を受けました。まあ、トヨタは上場来高値更新となっておりましたが、まあ、ここが大きかったんじゃないかなと思いますので、まずはトヨタをしっかりと見ていきたいと思います。こちらは大引け後の日経新聞になっております。年初から大幅な上昇が続いてきたことによる過熱感、中国・上海株式市場の下落、こういったところが重にだったけども、やっぱり円安ドル高を手がかりとした輸出関連株の買い、 海外、短期筋、先物買いなどで上昇する時間帯も多かったけども、最終的にはマイナスということですよね。売買代金チェックしていきます。こちらは、まず、レーザーテックがトップで。レーザーテックは、昨日も大幅高してましたけども、今日も2%を超える上昇です。また、川崎汽船が、売買代金昨日よりはちょっと減りましたかね。でも、相変わらずまあ、底堅いといえば底堅いかなというふうに思います。そして、4番目にトヨタが来てます。6番目にアドバンテストが来ております。まあ、半導体関連も、やっぱりまだ活況があると。 いうことだったんですけども、いくつか目立つ動きでいきますと、例えば、まあ、ソシオネクストもしっかりと上がってる方ですかね。なんですけども、野村マイクロサイエンスが結構気になったんですね。これまあ半導体を作る工程の超純水っていうのを作ってる、まあ、そういう会社で株価すごく上昇、目立っていたので、何があったのかなっていうところでね、材料を確認しておきたいなというふうに思いました。またこちらが、グロースの売買代金ランキング、QPS 研究所、上昇続いていましたけども、さすがに大幅安という形ですね。LA ホールディングスっていうのは不動産の会社で、 これは情報修正かなえー、だと思います。ただ、今日は、まあ、高安、まちまちな感じなのかなというふうには思います。それでは、個別銘柄を見ていきます。えー、まずは、トヨタを見ていきたいと思うんですけども、ドル高、円安進行で、自動車株が堅調推移にっていうことですね。で、一時は、140台前半、半ば、まあ、それぐらいまで、 円安ドル高が進行したことにより、まあ、かなり円安による、一回売られましたけどもね、まあ、その円安、円高懸念みたいなものはかなり払拭されたんじゃないかなというふうに思います。で、今出してる予想、もしかしたら、まあ、今のままいけるんじゃないか、もしくは上振れるんじゃないかっていう期待が再び強まってきたっていう形だと思います。で、各社上がっていると思うんですけども、例えば、ホンダ1.43%、日産1.47%、チャートそれぞれね、こんな感じなんですけども、トヨタが一番 Um しっかりとした上昇かなっていうイメージはありますね。トヨタは上場来高値を更新し陽線をつけて終わり値ベースでも2900円を大きく超えている状態です。2931.5円の上昇ということになりました。更新された信用倍率は3.52倍ですので、まあ、そこまで需給が重たいって感じではないですが、PBR はすでに1倍超えていて PR は10倍という形になっております。まあ、今後もね注目の株としてしっかりと見ていきたいですし、やはり為替動向をしっかりと見ておいた方がいいかなと思います。現在の為替 為替動向は147円の85銭といった値になっております。 続いてアドバンテストチェックしていきましょう今日は3.66%の上昇ですで何かというと大和証券が投資判断を格上げしまた目標株価の上げ幅が結構すごい2750円から6000に引き上げているってことですねこれはねちょっとね上げすぎな感じしますよね今まで放置しといてこんなに上げるんかいって感じはしましたが、まあ、今日上昇を含めて5351円6000までまだ幅があるということですから上値、ね、期待が持てるということにはなるのかもしれませんねチャート見ていきたいと思います アドバンテストの冷やしとこのような形になってましてアドバンテストを見るたんびに悔しいなって思うんですけどもね生成 AI がアドバンテスト NVIDIA がここまで盛り上がるとは思わず、まあ、この辺で確か売った記憶がなんとなくあるんですけども、まあ、それは売っておきまして、まあ、今株価は、ね、この期間内で見ると高値圏にいるってことですからまだま NVIDIA 次第で上がっていく余地っていうのは残っているのか。 また、NVIDIA は昨日さすがにちょっと下がってましたから今後どうなっていくのかというのを、ね、注目していきたいところです。ただ同じく生成 AI 関連昨日も株価チェックしていきましたが桜インターネットですねストップ安しております。 でえー、加熱感強まり、リグイ売りが集中ということですね。NVIDIA の CEO が来たときに、岸田首相と対談して、名指しで桜インターネットとも協業していくっていう話があったので、まあ、そこから株価に火がついて、めちゃくちゃ株価が上がり続けていったって形でしたね。そして1月27日日で 3.8倍、年初来で2倍を上回る株価上昇となっていたので、まあ、いつかはこうなるよねって誰もが意識していた、もうまさにチキンレース状態だったんですが、こうなった。えー、株価としてはぐーっと上がっていって、で、えー、高値を取ってからの下落なんで、一番立ちが悪いやつですよね。ちなみに売買代金で見ますと、今日はさすがにやっぱり少ない。ストップ安で張り付いてる時間帯の方が長かったんだと思います。ストップ安つけた時間帯っていうのが9時34分ですね。 これはきついなもうずっとこの間ですねずっと売れずにストップ安売り気配のまんま売りがずっと連なっていったって形になってるので、まあ、ツイッターとかでも相当話題になってましたからね今後どうなっていくのかちょっと注目してみていきたいなというふうに思いますそして野村マイクロサイエンスこちらも、まあ、分野としては半導体に絡むような業界なんですが超純水を作っている会社で、まあ、業績がいい半導体製造装置のさらに川上にいるようなそんな企業だったので結構注目はしていたし業績も良かったんですが大幅安 のの要因は韓国国が超純粋の国産化に成功ということでしたね、まあ、これは確かにね、超純水のニーズが少し弱まっちゃうのかなというイメージがありますので、まあ、こういう風になっても仕方がないのかなという風には思います。で、8.25%ということで、ちょっとしばらくこれはね、もしかしたら続くかもしれませんね。野村マイクロサイエンスの株価チャート、こんな形になっております。こちらも10月の末以降で見ますと、2倍から3倍近い上昇になっていたんですね。まあ、それを考えますと今回のニュース含めて で25日線を割り込んできてそしてまあまあもうちょっと下落が続くかもしれないなって感じはしますね現在の PR が18.6倍です平均で見ますとどんな感じになっているかっていうとこの期間内ですからだいぶ平均値は上がってると思うんですが13.09倍この上が てる期間半分ぐらい含む期間の平均で見ても今の方が割高ゾーンにいるのでもうちょっと修正が入りそうかなって感じはしますよね信用倍率で見ると3.6倍ということにはなっております最後住石ホールディングス見ていきたいと思いますこちらも大幅高ですね特に今日の日付での材料という形では出てはいないんですけども相変わらずこの株価上昇が目立つということです1月の4日に5日続進というニュースが出ていて当初が信用取引に関する臨時処置を解除として からですね株価がどんな風に動いてきたのかはぜひご覧になってみてくださいこんな感じですねめちゃくちゃ上がってますよね一時期このえっ、ー、と隅石ホールディングスが上がっている理由としまして大株主をちょっと見ていただきたいんですがまず売っていた人井村俊也さんがまあ、結構この保有比率を減らしていたみたいなニュースを目にしましたその一方で大株主の 麻生、ね、がひたすら隅石の株を買っているってことから、まあ、そういった需給の絡みで大きく上昇していたっていう背景があります。 で今も16.88%ってことですから、まあ、朝はもちろんのこと井村さんもニコニコしてるのかなと思いながらこのチャートを見ておりましたが、まあ、こうやっていうチャート結構目立ちますからねまた上下する可能性はあるかなと思いますし、まあ、上がったら上がったんで井村さんもどっかでまた利益確定するのかもしれないななんていうふうに思いながらチェックをしておりましたそれでは指数の売買戦略を見ていきましょうはいまずは日経平均株価になります日経平均株価ですが終値は11.58円のマイナスマイナス0.03%ほとんど 変わっていないロウソク足は上髭を伸ばした陽線という形になりました なので、まあ底堅いといえば底堅いのかなという感じはします RSI は昨日の時点で売りサインは出ていますがそこまで下落しませんでしたやはりその裏側には空売りの買い戻し、まあ、要は信用倍率が低い需給的には実は下がりにくいっていうのが結構あるんじゃないかなとは思ってますけどもね、えー、投資主体別売買動向とかも発表されると思いますのでここにも注目をしていきたいと思いますはい、えー、最新の投資主体別売買動向今日木曜日なんで引け後なんで出てるので確認してみたら金額めちゃくちゃでかかったですね 海外が9557億円の開しに対して個人は1兆。 695億円の売り越しでした。まあ、通算では個人の売りの方が大きいわけですけども、これだけ日経平均株価が上がっている週においては、どうなんでしょうね。そして個人の現金もマイナスってことは、新忍さんの会は実はあんまり入ってないんじゃないか説みたいなのも出てくるのかなと思います。続いてトピックス見ていきます。トピックスに関しましては、こちらも上髭を残した要選という形にはなっております。ただ、まあ、実態がほとんどないので、まあ、判断がちょっと難しいところではありますね。 日経平均同様に、底堅いといえば底堅いが、上値は重たいというチャートになっていると思います。グロース250見ていきましょう。こちらは陰線なんですね。やっぱり日経平均トピックスに比べてザラバの動きも弱いっていう形がずっと続いております。まだ、やっぱりグロース250指数に何か少し、えー、外部的なね、ちょっと注目を浴びる材料がやっぱ必要になっているんでしょうね。昨日のアメリカ株もチェックしていきますね。 ニューヨーヨクダウはのマイナスでしたで、えー、と毎日チャート分析チャンネルの中でボリンジャーバンドがスクイーズしてますだから西シグマブレイクしたら危険ですっていう話をしているんですけどもブレイクはまだしていない感じがするので、まあ、そこはちょっともうちょっと見守っていきましょう S S 見ていきます。マイナスの0.56%、引けにかけては少し戻しましたね。要線になるまでいった。でも、初回動平均線も割れてきた。まあ、警戒度は高めておいた方がいいかなと思います。こちら、ナスタックです。ナスタックに関しましても一緒ですね、えー。この真ん中の初回動平均線の下に潜ってしまったことはネガティブなんですが、だいぶ引けにかけて下げ幅を戻して、 で、下落率も低いですし、要線をつけてるし、ほぼ高値引けという感じになってます。ラッセルもそうですね。ラッセルも基本的にはもう実体しかないような要線と。 いうことにはなってますザラ場だけを見るならば弱くはないんだけどもただまあ一段とこの下落が続いている形になってこちらはボリンジャーバンドが2シグマ割れる場面もあってバンド幅も拡大し始めてるっていうところなのでちょっと危険ゾーンにはいるかなというふうには思います。はいということで今日は話題のあの株一気にストップ安ということで桜インターネットがねついに弾けてしまったって感じがあったかなというふうには思います。なんか個人投資家がみんな買った買った買ってない買ってないとか危ないとかなんかそういうのが結構 リプでで見らられたたたのそ、まあ、そろそろ来来るかなと思っっていたらやっぱり来ましたね、えー、こうなると需給がもう入り乱れてしまってもう一回上を試すかもしれませんがどっちに行くかは誰も分からないのでそこは注意をしてみていただければなと思いますでは今日もお知らせを入れさせてください今日記事を1つ更新しております個別銘柄をとことん分析するマガジンなんですが先週分析をしました霞ヶ関キャピタルの最新決算の分析ということで記事を1個作っておりますのでよかったらノートのメンバーシップの記事をご覧になってみていただきたいなと思います最新決算第1四半期決算を 先週の金曜日に発表していまして、でそこからもうすでに20%ぐらい上げてるんですよね。まあ、その波に乗れてたら一番かっこよかったんですけども、まあ、そういうわけじゃないんですが、まあ、この決算を含めてですね、どういうふうに戦略を練り直したのかっていうところまで考えてますので、よかったら一度チェックをしてみてください。よろしくお願いします。また たった5年でセミリタイアする最強の株投資産形成ガチソクファイア12月13日東洋経済新報社から出版をしておりますので概要欄に URL a z o n の貼ってありますのでよかったらチェックしてみてくださいもしお読みになりましたら Amazon 等でのレビューをぜひご投稿いただけるととっても嬉しいですよろしくお願いしますこの本に関する要約動画いくつかございます個人投資家の藤川理恵さんや聞いてわかる投資本要約チャンネルの 田崎さんの動画もおすすめですのでよかったらこちらも合わせて概要欄をチェックしてみてくださいということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降もこのような形で夕方5時目標で更新していきますので明日も聞いていただける方は是非チャンネル登録をお待ちしておりますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうじゃあな